バーベル級潜水艦はアメリカ海軍の通常動力型潜水艦。実験潜水艦アルバコアの成果を応用した最初の実用艦であり、世界で最初の累積型尖閣と一軸推進を備えた潜水艦。本級には革新的な基軸が多数盛り込まれた。3層の艦内配置、近代的な発令所レイアウトのほか、 艦内のスペースを大きく確保するため3つの区画に大きく区分する構造が初めて採用されたが、こうした構造及び艦内配置は以後のすべての米潜水艦で踏襲されている。また、竣工時には、千賀は艦首に装備されていたが、1960から1961年にかけて改装され、セールに移された。しかしながら、 すでに同じ1956年度の計画で、スケート級の建造が決定しており、アメリカ海軍にとっての通常動力型潜水艦の必要性は薄れ始めていた。皮肉にも、一番艦が収益した1959年には、以後のすべての戦闘用潜水艦の原子力化の方針が決定されたため、それ以上の発展を見ることなく、アメリカ海軍最後の 通常動力型攻撃潜水艦となった。なお、1959年、アメリカ海軍は、本級の設計資料を日本とオランダに譲渡した。それに基づき、海上自衛隊は渦潮型潜水艦を、オランダ海軍は、ズバールトフィス級潜水艦を、それぞれ建造している。二番艦ブルーバックは退役後、オレゴン科学産業博物館にて、展示艦になっている。 ありがとうございます。